ここに継ぎ足してプランティアでやってあげますよ。何万ビクレルもある土壌をここに敷いたらどうなるか。嫌でしょ。私たちはそういうところに住まわさえられて何も問題がないんだということで被爆をしながら、私も内部被爆はしてます。毎朝積み重ねて朝の一発のおしっこを取って、そして検査したところ完全に内部被曝をしているという結果も出ております。そんな中で、生活何でも安全で安心で大丈夫だと言うんであれば、我々のところに道場を持ってきて、この雨季のさつきの下にずっときれいに引いてあげますよ。ボランティアで違法で捕まるんでしょう、私たちは。こんなところに、土壌が4万ベクレル、以上あるところには、管理区域、我々そういう異常なところに住まわせられていて、早く捕まえに来てくださいよ。私たちは違法なところに住んでおります。住まわされているのです。ここの中にいる住民支援班に名を書いてきた人たちがおりますが、ぜひ、ここのところに出てきてしばらくぶりで顔を見せてください。もう少し柔らかくお話ししますから。優子ちゃんも、福島さんもこっち来てるよね。本庁の長谷川さんも来てますよね。ヨコちゃん、会いに来たよ。スカート履いて出てきたよ。これ、先生入っちゃう。我々の汚染されたところに、そのような形で来たから、危ないよというふうに私たちは教えたわけです。せめてね、ズボンなどを履いて、来て、被爆しないようにというふうに注意をしました。そんなことなんで、まず住民支援班の方々、しばらくぶりなのでちょっとお昼休みここに降りてきてみてください。しばらくぶりに顔を見せてください。何あなたたちは私たちに住民の支援をしてくれました。東京電力の方たちの味方ばかりして、そして、説明会を開いて、最後の住民支援班の住民の説明会においては、説明会をする前にも朝の5時からですね、ニュースで解除と、説明も終わってないのに何が解除、そして我々住民は誰一人賛成しましたか。誰も賛成しておりませんでした。それで、その形を強引に切ったわけですから、私たちは納得ができない。国の安全基準も1ミリシービルとはるかに20倍も上回った値で解除、それから土壌についても4万ベクレル以上あるのにもかかわらず何でもないと。だから最初に今後一切放射を東京電力から出さないのかという回答にも、住民支援班の説明した鍵野さん、あなたは何も言わなかったですよね。黙ってしまって、そうして、都合の悪いことは全部隠したり話をしなかったり、我々要望については一切回答書を求めたにもかかわらず回答しない。口頭ではうやむやな話しかしない。そんな状況なんで、このような形になったわけですよ。あなたたちの責任です。我々はわざわざ福島から5時間もかけて、この東京地裁に
くるようなことがなぜ起こしたかというと、あなたたちの責任でなった。責任は取っていただきたい。今後もそういう形で我々は決して引きませんので、この問題を起こした あなたたちが、完全に、謝っていただくまではこの問題については引きませんので、何度でも東京のここに来ますんで、もし、何回来ても顔見せてくれないならば、私は愛に中に入っていきたいというふうに思います。ぜひ見せてください、顔など。それではまた来ますんで、まだまだ何回でも来ますからね、一つ元気でいてくださいよ。大変お疲れ様です。まもなく12時になって、経産省の人もお昼休みで出てくると思います。ここからが本番です。で、仲間も集まってきます。三輪さんという方がカメラ撮りしっかりしてくれます。彼は味方です、敵ではありません。それから池上さん、ちょっとお願いします。池上さん、ちょっとお願いします。ちょっと皆さん、運転手さんがどの顔だったか見てないから、ちょっとここ来て、サングラスしてちょっと来て。怖いおじさんです。みんな車どけるのは何でかって。どうもありがとうございます。この方が池上さんで、今日朝からドライバーで来てくれました。帰りもお願いします。で、彼は南相馬でひたすら放射線測ってます。で、なんか放射能浴びたせいで元気になったと。それは言うなと言ってますけど。どうもありがとうございます。それで先ほどですね、桂村の方がね、これ見たらなんで20ミリなんだと。いや、福島県の人だけ20ミリなんだよって言ったら、そうなのかということで、俺にもマイク持たせろと言って話しました。で、ここにあるのは原波トンネルってとこですね。浪江に抜けるところなんですけども、今年の4月に解除の予定です。で、今除染してあります。で、ここがですね、11月半ばに2ヶ月ほど前に測りましたら、なんと地上1メートルで40マイクロシーベルト超えてます。で、ここに測定器あるんですけど、オーバーってなって、要は30マイクロシーベル、シーベルトで測れないわけなんですね。それから1平方メートルあたりは9610万ベクレルです。約1億あるんですね。1億で、ここのところを解除して通そうとしてるわけなんですけども、本当とんでもない話ですね。で、さっき川内村の人も、すいません、桂村の方もね、弁護士さんと相談して帰り足なんだと。じゃあ裁判混ざってくれと言ったら、いや、実は忙しいんだって言っちゃいましたけども、やっぱりすごい、なんていうんですかね、怒りを持ってます。で、やはり真実を知ればですね、当然皆さんは怒り湧いてくるのは当たり前だと思うんですけどもね、ぜひその怒りをぶつけていただきたいと思います。で、特に私なんかそうなんですけど、勝手にそのプロ市民みたいにね、位置づけられるんですよ。プロってそのなんか勝手に社会運動やってるみたいに位置づけられるんですけど、実はその辺の平凡なおじさんなんですね。で、皆さんもそうなんです。ただ皆さんが声を出すと、それは本当に南相馬の訴えだっていうふうに受け取ってくれるわけですよ。で、皆さん、マスコミの方にちょっと声かけられると思うんですけど、私のところなんか悲しくて誰も来ないんですよ。そのプロ市民って見られてるからなんですけども、ですからぜひね、皆さんの声で、いろいろ訴えていただきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日ですね、今日ですね、すごいな。支援の会でですね、応援に来てくださってます、スローの会の坂上さんと、それから FOE ジャパンの、ミスター神田さん、七之江和子さん、吉矢野恵里子さん、矢野さんです。どうもありがとうございます。
いや、だいぶやってます。で、ですね、すごいですね、音が。こっちで皆さんやり直す。はい、先日ですね、坂上さんも今年年明けてからですね、南相馬に来て見ていただいてます。で、先ほどお話ししました鷹の倉のですね、長頃で、400万ベクレル超えてるというところも、坂上さん一緒に土を取って一緒に測って、くれてます。ですから本当に時間があると思うんですけども、また話を聞かせていただきたいと思います。で、本当に主演の会の皆さん、本当にありがとうございます。昨日の方いいですか。あ、そうです。静井さんの内側にお願いしたいから、ちょっと今月なんだから、なんかもう期待をするのはやめなさいと、そんなに言われて。皆さんお疲れ様です。今お話があったように、正月ですね、南相馬に行かせていただきました。で、私たちは実は事故 の、 すぐ直後ぐらいから、南相馬とか何回か行ってます。それからあと福島市内で、渡里地区というところが先生では高いというところことで、ここも避難勧奨地帯に地域としての視点を求めて住民の方がいろいろ動いたわけですけれども、とにかく福島市内についてはもう避難を地域をとにかく地点すら指定をしないという方針で、実は基準、当時基準だったのは3マイクロシーベルトだったと思うんですけども、それを超える家があったんですね。で、超える家があったら、例えば南相馬の、指定のされ方から言うと、近くに子どもさんがいる世帯がいて、2マイクロシーベルトを超えたら指定されるというような、そういう流れになってなきゃいけないはずなんですけども、福島については、基準を超えてもですね、その世帯に避難の意思がないという、ね、ことを、無理やり確認をして、それでもうそもそも指定はなしみたいなですね、そういう非常に強引なことを、やりました。で、その時にいくつか、測定をしまして、その後も何とか測定を、させていただきたいんですけども、いただいたんですけども、先日南相馬に、伺って、小沢さんと一緒にね、いくつか測って、やっぱりちょっと福島市とも違って、福島市市内の場合にはやはりその非常に高い線量の場所はあるんですけども、非常にホットスポット的な、ここを測れば高いけども、というところだったんですけども、南相馬の場合には普通に人が行くか、あるいは農作業をするような、で一定こう広い地域で、例えばもう1時間あたり20マイクロシーベルトを超えるとかですね、あるいは土もですね、なんか特別な場所を選んで、設定しなくてもね、はい、わかりました。ということで、皆さん、じゃあ経産省の方出てきてますので、やっぱりこの経産省がこの20ミリの指定をした、解除をした、いうことがこの訴訟の発端ですので、ぜひ、経産省に向かってですね、この解除を取り消せと、そもそも撤回をしろというのを皆さんでしっかりと、訴えていきたいと思います。はい、経産省の皆さん、今日5時間もかけて南相馬の方が見えています。経産省の皆さん、あなた方が引き起こした原発事故でふるさとを失い、生きがいを失い、多くの人が苦しんでいます。なおかつあなた方が勝手に決めた20ミリシーベルトによる帰還強要、あなた方は人事だと思っているかもしれませんが、ここに今南相馬の人たちが来ています。お話を聞いてください。
民シビルトで、何にも問題ないということで、我々は解除されたわけですけれども、じゃあ日本の国に何基原発がありますでしょうか。50何基もある中で、今後大なり小なり事故が起きた場合、じゃあ福島の空間占領で 3.8 以下だから安全ですよ、あなたたちも言われるんですよ、こんな危険な放射能の値の中に置かれるようになってしまうわけです。ぜひその件も考えていただきたいというふうに思います。なぜ福島の県民だけ20ミリシーベルトなんですか。他の県は1ミリシーベルト、人種差別みたいなことをやるな。何を考えてるんだ。我々福島県民は20ミリ、他県は1ミリシーベルト、こんな差があっていいのか。俺ら何が悪いことした。税金も払ってるぞ。悪いこともしてないぞ。俺手錠をかけられるようなことは何もしてないぞ。なんでこんな差別を受けんのだ。ふざけたことをやるな。自分たちが都合のいいように基準を上げたり下げたり、そんなやり方で国民は安全で安心で、何が大臣は各世界に向かっていろいろなことをやっている、それと裏腹なことを国内でやってるんでしょう。福島県民は他の県と同じ人間です。同等に扱っていただきたい。わかりましたか。そうです。しばらくぶりで、先ほどマイクが低かったんで、住民審議班に来てくれた方、しばらくぶりなのでお昼休みなんで出て行って顔を見て帰りたいなというふうに思います。しばらくぶりです。どうか出てきて元気な姿を見せてください。差別はするなよ。今後もその差別については戦っていきます。何度でもここに来ますんで元気でいてください。警察署の皆さん、ここに来ているのは今朝朝早くバスで来た南相馬の住民の皆さんです。皆さんが引き起こした原子力事故によって大きな被害を受けています。なおかつ今週の被爆現在1ミリシーベルトでもあるであるのにもかかわらず、20ミリシーベルト基準によって期間を強要されています。皆さんは一言だと思っているんでしょうか。あなた方が推進してきた政策の被害者なんです。耳を傾けてください。我々家族の子供、孫を返せ。うちに住めない状態です。こんな状態で離散した世帯にしたのはあなたたちです。子供孫を返せ。経産省の皆さん、私たち一昨年12月20ミリシーベルト、年間20ミリシーベルトが下回ったから解除しますよということで解除になりました。私たちはまだ解除は早いということで反対をしたんですが、一向に耳を傾けてくれませんでした。年間20ミリシーベルトの規定は原発作業員の規定と同じです。我々一般講習がこれでいいんでしょうか。作業員はバッジをつけ、マスクをし、長靴を履いて、ブザーをつけて、線量計をつけて作業しているんです。我々は何もしておりません。ブザーが鳴れば作業員はすぐにもう作業をやめます。そんな形の中で20ミリが下回ったからということで、解除になりました。私たちの
今行政区は会場も誰一人帰ってきておりません。会場前と同じです。若いあるいは子どもたちが一人もおりません。限界集落にあっという間になってしまいました。この責任を取っていただきたい。経産省の職員の皆さん、あるいは大臣にも申し上げますが、ぜひこの地元に来て実際のこの住民の声を聞いていただきたい。そういうことで今日は20人の姿勢にいるとでっかいということで、第2回目の裁判が今行われますが、我々に納得できるような判断をしていただきたい。そんなことをお願いします。20ミリ指定撤回、大臣よろしくお願いします。いいぞ。よし。ここにいる人たち、東京にいる人たちも含めてですね、原発事故による被害者です。一企業が起こした事故で、国策によって起こされた事故、その被害を皆さんが受けています。いわば加害者である経済産業省の方々と言っていいと思います。皆さんが書いているシナリオっていうものは、私たち被害者の生きる権利そのものを奪うことをしています。私たちの人権を無視した政策がどん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 進められています。私たちは皆さんにも子供があることを知っています。ご家族がいることも知っています。皆さんご家族守るようにですね、国の方針を舵取りを担っている方々、その方々にきちんとこんな誤った20ミリでその被爆を国民に強いてもいいなどというものを撤回していただきたい。ここにいる皆さんは現在まで汚染そのもの、マイクロシーベルトではなくて土壌にどのぐらい放射性物質があるのか、それを調べて皆さんに知らせています。そのことを皆さんは今まで無視して知らないふりをして、マイクロシーベルトなどという単位を使ってさも安全ですなどということをルフルしています。私たちの払った税金までも使って安全だというようなことを福島県内に広めるということをしています。そんなことが認められていいんでしょうか。未熟く人々も薄々は分かってらっしゃると思います。今何が行われているか、気づいたのであれば力を貸してください。それを知らないふりをしないでください。国の政策を決めているのは、それをどういう方向にしたらいいのかということを意見を述べるのは私たちの権利です。誤ったことがなされていれば、それに対する抗議をするのが当たり前です。経済産業省の方々、20ミリシーベルトで安全だなどというそんな非難の排除、それを撤回してください。方針を変えてください。私たちはそれを問うために裁判を起こしています。こんなものを受け入れて国民全体の被爆、子どもたちの被爆を20ミリでもいいんだなどということを認めさせないための裁判です。皆さんにご支援いただきたいと思います。あなた方に方針を変えていただきたいと思います。経済産業省に向かって、みんなで行動していきましょう。20ミリ撤回、20ミリ撤回、20ミリ撤回、20ミリ撤回。解除は違法、解除は違法、解除は違法、解除は違法。子供を守れ、子供を守れ、子供を守れ、子供を守れ。20ミリ撤回、20ミリ撤回。
っと長いコールでいきましょうか。はい、二重ミニシーベルトを撤廃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 、南相馬の声を聞け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 、経産省は責任を取れ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 、原発事故被害者の声を聞け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 、ふるさとを返せ、ふるさとを返せ、暮らしを返せ、暮らしを返せ、暮らしを返せ、被爆反対、被爆反対、子どもたちを守れ、私も南相馬市から今朝朝6時に出発してここにやってきました。今度の正月に孫たちも全然うちには帰ってきません。一人で暮らしております。こんな生活は全然ここに来ることを予想もしていませんでした。こんなに寂しい生活ありますか。そこの中でこの20ミリシーベルトが人間が生きていく上での基準というのはどういう意味でしょうか。これこそ今すぐ撤回をしてほしい。しろ、撤回を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 しろ、みんなで戦うぞ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 。ありがとうございました。私は、南相馬から来ました白鳥の親父です。二十歳の時から米を作り、野菜を作り、生活をしてきましたが、今回のこの事故により一瞬に消えました。米を作り、野菜を作ることを本当に希望して、これからやりたいと考えておりますが、この汚染された中でどうしようもできません。皆さんのその20ミリシーベルトのその値において本当に安全なのかというふうに考えております。あなた方のその値のもとに我々は生活できません。そしてまた家族がバラバラになっております。避難された方は本当に悔しい思いをしております。皆さん方のその
声を我々のこの中に入れていただき、そして安全に暮らせる日が来ることまで、来るまで我々は裁判という形の中で戦います。絶対に勝ち取るまで戦います。ありがとうございました。経産省の皆さん、私も福島から参りました被害者の一人です。南相馬の皆さんが不当な20ミリシーベルトにての避難解除を訴えて裁判を起こしています。皆さんが推進した原発によって本当にたくさんの人たちが被害を被っているのです。そして被害に遭って本当に困難な生活の中からこのような苦しい裁判をしなければいけないんです。そのことをどうぞ考えてください。被害者を切り捨てることなく、よくよく考えてください。そして自分たちが今も推進しようとしている原発のことをもう一度考えてください。私たちは本当に苦しい中でも自分たちの人権を守るために今戦わなければなりません。国としてどうして被害者を守ることができないのですか。そのことを何度でも問いたいと思っています。私たちは戦います。私は南相馬の人たちと共に力を合わせてこの原発災害の最後の後始末が終わるまで戦っていきたいと思っています。南相馬の皆さんも一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。はい、避難連の武藤瑠璃子さんでした。経産省の皆さん、南相馬の皆さんが国、つまりあなた方を訴えて訴訟を起こしています。あなた方は被告です。20ミリシーベルト撤回訴訟です。公衆の被曝限度の20倍、20ミリシーベルトで避難指示を打ち切り帰還を強要し、あなた方は加害者なのに被害者たる住民の皆さんの声を聞かず、住民の意見を無視してさっさと避難指示を解除してしまいました。経産省も大きい組織だから自分は関係ない、そう思っているかもしれません。しかしあなた方が推進してきた政策の被害者10万人以上の人たちがふるさとを失っているこの現実を見てください。じゃあコールしていきましょう。20ミリ撤回、20ミリシーベルト撤回、20ミリシーベルト撤回、1ミリシーベルト守れ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 、被害者の声を聞け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 、警察は被害者の声を聞け。
さん、南相馬から、今日5時間かけて、住民の皆さんがやってきました。これから、2時から東京地裁で国を相手取って20ミリシーベルト撤回訴訟、原発事故の被害者の皆さんが理不尽な国の政策、理不尽な国の、機関の強要、被害者にさらなる苦しみを強いるこの国の、政策の理不尽さを訴えて、立ち上がっています。ぜひ皆さんも応援してください。私たちは、南相馬の、20ミリでの、避難解除の、撤回を求めて、裁判を起こしました。裁判で、相手は国です。具体的には経済産業省のこの建物のどこかにいる皆さんです。皆さんの、答弁書を見ました。なんて書いてあるか、20ミリの指定も解除も単なる情報提供だ、私たちには何の責任もないというような言い方です。非常に許せないと思います。しかも20ミリの指定も解除もごっちゃにして、避難するしなければならない状況にはない、言い切っています。実際には、何度も言っているように ICRB の基準でも、除染の基準でも、そして、一般の、公衆基準1ミリシーベルトです。20ミリというのは、原発、労働者の基準でもあり、そして今、福島の現場では、労働者すら、白血病の認定の基準は5ミリシーベルト、そして、敷地境界内をいかに1ミリ以下にするかと、いうことでさまざま作業が行われています。なぜ南相馬の住民だけが20ミリで返さなければいけないのか、絶対に許せないと思います。皆さんが普通にまともに法律に従って仕事をしていれば、南相馬の皆さんがわざわざ5時間をかけてここまで足を運ぶ必要もなかったわけです。私たちはぜひこの経産省、経済産業省、国、きちんと、考えを改めてこの20人の基準を撤回するよう、抗議を込めて訴えていきたいと思います。それではコールしましょう。20ミリ撤回、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 避難解除は違法だ、避難解除は違法だ、住民の声を聞け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 、20ミリ撤回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 。生産産業省の皆さん、通行の民の皆さん、少し耳を貸していただきたいなというふうに思います。国は20ミリシーベルトで解除、今年の3月、4月と小高区、これも南相馬市です、解除が決定してます。かといってじゃあ20ミリでそれでいいんだか、皆さんここの場所に1万ベクレルとか10万1億ベクレルのものが物質としてここにあったら皆さんはどういうふうに考えますか。私たちの地域にはそういう場所がいくほどあります。ここの敷地内も緑豊かです。汚染された土はなんぼでもあります。皆さんに提供しても構いません。腹話が、福島は人口が少ないから我慢しろと、かといってここに住んでる方はほとんどの方が地域の皆さんです。俺は東京人だって威張ってるかもしれないけど、そうではありません。
あなたたちのふるさとにも原発はいっぱいあるはずです。どうですか、そこで作ったものがまた事故を起こしたらどうなります。私たちと同じ状況になるんです。安倍総理はインドに原発を輸出すると公約してます。で、事故があったらば日本で責任を取りますとも言ってます。そんなことができることがありますか。絶対にありえないんです。今現在も福島の汚染の土は行く場所がありません。中間貯蔵施設にあって2600世帯もあります。その中の被験者と合意した人は17件だけです。30年後に福島県からよそのところに持っていくと言っておりますけども、こういうことはもう不可能に近いんです。もう現実的なところで話し合って私たちの気持ちも汲んでほしいんです。私のとこからすぐ近く 1.何 キロには汚染物質の仮置き場があります。福島県全体で仮置き場わずかです。それで大丈夫だと言えますか。山を歩いてみますと、あの筆コンパクトに 0.3 とか 4.7 マイクロシーベルトと書いてあります。その土が飛んでこないと言ってます。ところが雨となって水となって腐葉土となって必ず私たちのところに入ってくるんです。やっぱり現地を見て皆さんもよそ事だとは思わないでください。私たちがこうやって見ますとほとんど高齢者です。孫子たちと別れ住んでます。なぜそうなったのかというと、原子力政策絶対大丈夫だと言ってきたものが事故があって、じゃあもう大丈夫だ、返す。20ミリっていうのは原発作業員の5年間の被爆量に値します。それを私たちは24時間365日生き続けていく限り受けるわけです。今年生まれた子供は80歳まで生きたらば80年間被爆することになります。若い皆さんが今ここお昼休みで通っていますけども、若い皆さんも自分のこととして考えてください。よろしくお願いします。はい、本当にその通りです。ありがとうございました。南様の小沢と申します。どうも皆さんお忙しい中ご支援に駆けつけてくださいましてありがとうございます。日頃支援の会の皆様には大変お世話になっております。私たちも皆さんに勇気づけられまして、普段は田舎なのですごくおしとやかなんですけども、ここに来ると思わず声が出て力が入ってしまいます。本当にありがとうございます。先月ですね、12月の初めに、葛飾区の水元公園、ここの土を取って測りました。1平方メートルあたり4万ベクレルというのが放射線管理区域相当の基準なんですけども、なんと水元公園は19万6千ベクレルありました。管理区域基準の5倍ほどです。東京も汚染されています。さらに出雲公園の池の土も測りました。これちょっと静かしい雑物ですから通知は言えないんですけど、相当汚染されています。東京だって空気も汚染されています。ただ南相馬、先日7日の日に通学路の土を取って測りました。407万ベクレルです。東京の20倍ほどですね。こういうものが通学路に落ちています。でも国は20ミリシーベルトを下回って安全だと言っています。それも地上1メートルで 3.8 マイクロ下、シーベルトを下回っているということなんですけども、地面では
6.5 マイクロシーベルトありました。さらにもっと高いところは10マイクロシーベルト、20マイクロシーベルトあります。シーベルトなんていうのは妄想です。やはり地面からいくら放射線出てるか、これはもうベクレルで測るべきだと思います。チェルノブイリ事故の避難基準55万5000ベクレルです。我々の地域原告世帯200世帯ほど測りましたけども、ほとんどがもう100万ベクレル、ひどいところは2200万ベクレルもありました。これが除染した家の土なんです。これでも国は安全だと言います。とんでもない話です。ここに子供を戻すということは私たちとしてはとても考えられません。どうか皆さん引き続きご支援をお願いしたいと思います。ありがとうございました。はい、経産省の皆さん、ここに皆さんが推進してきた原発政策の被害者の人たちが、片道5時間もかけて来ています。耳を傾けてください。皆さんが推進してきた理不尽な原発政策、そして、避難、帰還の基準、公衆の被曝限度の20倍、そういった基準で帰還を強いられています。子どもたちが帰ってこない、昔の暮らしが全て破壊された被害者の皆さんが来ているんです。皆さんが推進してきた政策、その被害者の皆さんが来ているんです。ぜひ耳を傾けてください。南相馬の皆さんはあなた方を相手取って裁判を起こしています。あなた方は被告です。皆さん自分事として被害者の声に耳を傾けてください。経産省のオフィスの中で働いている皆さん、今ここで私たちが訴えていることにぜひ耳を傾けてください。今日南相馬からバスを仕立てて皆さんがやってきました。どんな思いでここまで来ているのか、そして、南相馬20ミリ基準撤回の訴訟にやむにやまれず踏み切ったその理由をぜひ頭の中で考えてほしいんです。今あなた方は毎日ここで仕事をしているでしょう。少なくとも経産省はこれまで原発を推進してきて、そして今また福島の事故がなかったかのようにしてまた原発推進に動こうと、そして再稼働を進めようとしています。その前にあなた方はこのビルの中で仕事をするだけでなく、ぜひ休みを取って自分の金で南相馬へ来て、人々がどんな生活を強いられているのか、それを見るべきです。南相馬でどんな人々がどんな生活を送っているのか、一人一人話を聞くべきです。ここに来ている皆さんは自分たちが金を出して、そしてバスを仕立てて、そしてやってきています。支援の人たちもそうです、同じです。あなた方は毎日ここで仕事をしている気になってはならない、そういうふうに考えます。ぜひ今福島や南相馬の実態がどのような状況か、それを見てほしいんです。今福島では除染土の行き場がなくなっています。南相馬でも飯舘村でも道の脇にクレコンバッグが積み上げられたままで、現地保管というふざけた名前で置きっぱなしにされているじゃありませんか。そして豪雨が来ればそれが流されて再び環境中に撒き散らされる、そんなことが起こっているじゃありませんか。この責任をどうするか、自分の頭でぜひとも考えるべきです。ぜひぜひ私たちの声に耳を傾けて、そして自分の足で現地に行って一つ会って話を聞いてみてください。強く訴えたいと思います。ありがとうございました。それではコールを
コールをしましょう。はい、20ミリシーベルトを撤回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 。経産省は被害者の声を聞け、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 20ミリシーベルトを撤回、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 ふるさとを返せ、ふるさとを返せ、ふるさとを返せ、1ミリシーベルトを守れ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 、被害者の声を聞け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 、子供との暮らしを返せ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 、孫との暮らしを返せ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 、被害者の声を聞け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 、20ミリシーベルト撤回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 、子供たちを守れ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 、ふるさとを返せ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 、南相馬の声を聞け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 、20ミリシーベルトを撤回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 、帰還強要をやめろ、帰還強要をやめろ、帰還を強制するな、帰還を強制するな、これ読めば暮らしを返せ、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 子供たちを被爆から守れ、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 20ミリシーベルト撤回、20ミリシーベルト撤回、20ミリシーベルト撤回、20ミリシーベルト撤回。はい、それでは最後に前後団長の神野さんの方から締めていただきたいんですが、いかがでしょうか。本当に今日はね、お忙しい中、私たちのために全国から応援に来ていただきまして本当にありがとうございます。応援団長といたしまして、国都団の団長として心からの御礼を申し上げます。いよいよ第2回目の後半が始まるんですが、我々はどうしてもこの20ミリシーベルトの撤回ということで戦っていきたいと思います。我々がこの今声はありませんと、私たちの子供たち孫たち20年後30年後に向けてですね、国のないように私たちは責任を持って国に対応していただく、そんなことを一年に思いまして今裁判をしているわけであります。ただどうしてもこの国の方は早いとこ風評被害を払拭して5年後のオリンピックを全世界中が来るようなそんな大会に持っていきたいということで莫大なお金をかけて今開催するわけでありますが、世界中は笑っております。これは持ち帰って本当に無条件、第二次世界大戦で無条件降伏した国がこれだけ立派になったんだというようなことを見せたいのか、あるいはあまりにも経済優先で
今インド、先ほども話がありましたが、インドにあるいは中国に技術や原発の輸出を考えているであります。またさらに原発の再稼働ということで一体何を考えているのか、本当に情けない気がします。このままでいきますと、この人類が滅びてしまいます。それは我が日本の国民の責任である。大変なことであります。そういうことから、この裁判どんなことがあってもきちっとした対応をしていただく、世界中から称賛されるような現在は現れているんです。情けない国だと、無条件通した国がね、まずは日本のこの原発の再稼働によって人類が滅びる道を今歩んでいくのではなかろうかということで、情けない限りあります。そんなことで厚生大臣、私たち南相馬市に実際に来ていただいて、私たちの声を聞いていただきたい、そんなことをお願いします。本当に今日はありがとうございます。ただいまから裁判所の方に向かっていきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ここは撤収しまして、東京地裁の方に向かいますので、よろしくお願いします。ですね、あの2人限定してた、千上さんと、だから結構、朝倉さん、それ、あなたが入ったの、これ、南相馬、避難20ミリ基準、撤回を求める、訴訟ですね、この後、2時から第2回目の法廷があります。その前で裁判所前でのアピールを始めていきたいと思います。この後20分ぐらいですね、1時20分ぐらいから傍聴券の配布のために並んでいただきますので、ちょっと短い間ですけども、その間アピールをしていきたいというふうに思います。じゃあまず原告団長の菅野さんの方から何度もよろしいですか。本当にお世話になっております。私たち南相馬市、一昨年の12月28日ですか、20ミリが下回った、年間20ミリシーベルトが下回ったということで国の方が解除しました。しかし私たちはそれはまだまだ下がっていないよと、高いところがいっぱいあるよということで断固反対したんですが、一向に耳を貸してくれませんでした。そのために今回のこの提訴になったわけです。日本全国どこでもですね、福島県を除いては年1ミリなんです。なんで福島県だけが20ミリなのか、常識で判断しても判断できません。20ミリというのは再三申し上げますが、原発作業員の基準です。私たちもそれと同じでは、もう毎日ね、線量計つけてマスクをつけて長靴履いて防護服を着てね、ブザーになったらどこへ行けばいいんだと、これは作業員はちゃんと避難あるわけですが、我々はどうしようも対応することができません。こんな基準はどこにもありません。ただそれにもかかわらず、今原発の再稼働、あるいは原発の技術の外国へ輸出、いろんなことで今経済まるっきり優先、さらには5年後のオリンピックのために早いとこ風評被害を払拭して、世界中から参加国減らないように、全世界から来るような経済優先の姿であります。私たちは経済優先よりもむしろ私たちの命が一番大事はなかろうかと、こんなふうに考えております。私は第二次世界大戦でね、皆さんご存知の通り、世界にどこにもない原子爆弾2つも落とされて無条件降伏したんですね。それをもうすでに忘れております。今の政治家すべて戦後生まれですね。戦前の人たちは何にも言いません。ほとんど若い人たち、戦後生まれの政治家が今大体日本の政治を取っております。そんな中でこの原子爆弾何で落とされたのか、世界の約束で一般国民は戦争というのはどういうことか分かりません。これはね、言います。軍隊やあるいは軍事施設の破壊はそれは国際で条約の中で認められているんですが、
一般国民は殺し屋なんなんです。それをアメリカは原発を落としたんです。それはなぜかというと日本国民は嫌物だと、どんなこと言っても言うのに聞かない、そういうことで原発を落とされたんですね。テレビでもやってました。そのために当時の東条英機ほか7名の執行部政治家ですね、死刑執行されたんですね。これはなぜかというと国民の教育が間違っていたんです。一億総玉砕だということで竹割りに持っておいて本土決戦だと、もし捕まったら大変な侮辱、領域されて殺されるよと、この教育が間違っていたということで何の問題もなく軍事裁判で死刑が宣告されたんですね。もう事実がもうすでに忘れてるんです。その日本がまたもや原発を世界中に広めようと、日本の国内はもちろん原発を広めようとしています。これは世界が滅びてしまいます。そのためにも今回のこの原発再稼働ももちろん阻止はもちろんでありますが、今回のこの人の命を守るために国際法である年1万どうしてもこれを守っていただくような政府の対応をしていただきたく、そこに至ったわけです。ご理解をいただきまして、かなり難しいと、国を相手というのは本当に難しい、もういろんな反抗、これを騒ぐことによってテレビやなんかね大変なことになりますから、ですから報道機関もなかなか我々の言った通りは報道してくれませんし、国の方も発表してくれません。これが騒がれますと日本の信頼がなくなって、参加国はもちろんいろんな面で経済に影響するということなんですね。ただ我々はやはり一番大事なのは経済よりも人の命だということで頑張っておりますので、変わりなきご支援をお願いしたい、よろしくお願いいたします。本当に今日はありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今2枚の紙ですね、今日の、裁判の、関係の書類を2枚の紙を配ってますので、傍聴される方はぜひそれを受け取っていただけたらと。はい、今お配りしている2枚の 紙のうち、1枚は原告団の小沢洋一さんの、原告の意見陳述を求める、そういった、意見の紙です。でもう1枚は弁護団からこのところの動きですとか、今日の、裁判のポイントをまとめた紙です。2種類の紙を、お配りしています。すいませんが裁判の時はですね、なるべく傍聴に集中していただいて、手元の紙はご参考で見ていただければと思います。お願いします。はい、そしたら藤原さん一言。皆さん我々のこの再犯について全国皆さんに応援をしていただいて本当に、ありがとうございます。先ほども申しましたようにこのような訴え、福島県民だけが差別をされない、全国の県民と同じように1ミリシーベルトをそれを求めておりますので、裁判長の、我々の思いをきちんとした形で判断をしてもらうために活動しております。国の過ちをぜひ正していただきたいというふうに思います。まず、県民の差別をやめてもらいたい、そういうふうな願いです。今後とも安全で安心な地域になるまでこの20ミリシーベルトで、解除ということについては違法だということを訴え続けて いきますので、皆さん、今後とも応援のほどよろしくお願いしたいというように思います。私も農業でありますが、安倍晋三撤退、参議院の全面と裁判もさることながら安倍晋三は安倍首なことをやってからやめてもらえない、これが私福島の南相馬市の一員としてアビコビなことをやってみてダメ、これが民主党政権の
規制委員長生たまぎはデタラメだ。田中委員長になってちゅんとよかったかなと、こんなふうに感じいたします。安倍総理の撤退、ね、これから高木復興大臣パンツ泥棒撤退以上でございます。はい、皆さんこんにちは、南相馬の小沢と申します。本日はお忙しい中駆けつけてくださいまして誠にありがとうございます。今日今お配りした資料にありますように、裁判所としてはですね、第2回の口頭弁論期日の本日においてですね、意見陳述はさせないとの意向を示したということについて、私意見を述べさせていただきたいと思います。ぜひ改定前に目を通して、いただいて、その私が意見書を読み上げる際にはですね、ぜひ被告裁判所の方々たちを見つめていただきたいと思います。よろしくお願いします。日頃支援の会を通して、私たちの支援をしていただきまして誠にありがとうございます。先ほども申し上げましたけど、先月ですね、葛飾区の水元公園の公園の土を持ち帰りまして測定いたしました。放射線管理区域基準の4万ベクレル程度かなと、平方メートルですね、かと思っていましたら、なんと19万6千ベクレルもありました。基準の5倍近くです。さらに公園の池の土も測ってます。これもまあ結構高い数字だったんですけども、福島県の汚染ばかりがですね、やはり、首都圏の汚染というのも全く本当に深刻でございます。その中で、オリンピックをやったりですね、原発を輸出したりと、とんでもない取り組みがされているわけなんですけども、皆さん本当に気持ちのなんですかね、意識の高い方いっぱいいらっしゃると思いますけども、今後ともこういったことについて、ぜひですね、また精進されて、応援いただきたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。今お話だった意見陳述の件についてはですね、意見陳述をぜひ続けてほしいということで、支援の会から皆さんにも、署名のご協力いただきました。で、1109名の署名を持って、意見陳述の、続行をということで、意見を出しています。そうしましたら支援の会の代表の坂本さんから。はい、今日は本当にありがとうございます。原告の皆様、この訴訟を提起してくださって本当にありがとうございます。そして私も避難者の一人ではありますけれども、今日来てくださってる皆様と同じ位置にいるんだというふうに私自身は思ってます。私は支援の会に席がある形ですけど、原告の方たちと仲間だというふうに思ってます。同じ位置だと思います。そしてここにいる今日こんなにたくさん来てくださってる方々、皆さんそうだと思ってます。今日の際はその口頭弁論で原告意見陳述についてということがね、一つあります。継続するしないっていうところ、そのことに対して皆さんの気持ちをですね、やっぱり原告とともに一緒に応援する、その気持ちを表していただけたらなっていうふうに思ってもよろしくお願いします。今日は本当になんとかこう裁判所にですね、原告の声をきちっと今後も継続して聞いてもらうということを実現したいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうしましたら、皆さん。
昼間皆さんご都合ありお忙しい中をつぼをつけてこう来てくださったんだと思います。本当にありがとうございます。今日私ここにいるのは南小村避難20ミリ撤回所長で、今日が第2回目ということになります。第2回目の高等弁論なんですけれども、その高等弁論においてですね、建国の違憲真実というものが、現段階は必要がないと、将来的に進行していく中で、書面で陳述書でいただいたものから、裁判所の方で、
原告に意見を聞くと、後ほど聞くというようなことで、一度第1回の時にはお二人の原告が意見を述べたんですけれど、それでまあしばらく十分だということになって、ことをまあ裁判所の方から、ご連絡をいただいたという状況です。でそれに対して弁護団も、原告も支援の会も意見陳述を続行させてくださいということで、申し入れは意見書、要望書という形で出してあるんですけれど、それが今日第2回口頭弁論で、意見陳述再開となるのか、まあ、私としては当然原告が意見を述べるというのは当たり前の権利ですし、その意見を認められている時間もですね、5分とか10分とかっていう非常に短い時間です。これは原告の数がですね、南相馬の場合は204世帯808名いらっしゃいます。でお二人の意見しかまだ聞いてないんですね。しかもそれが今まで約5年にわたるこの状況ですね、避難も解除されて家族が離散したまま若い世代も入れない、自分たちは被爆しながらも、南相馬に住み続けざるを得ないようなっていうようなね、そういう中にこう捨て置かれたって言っていいと思います。その方々が今まで、先ほど警察署前でも抗議ということでね訴えてましたけれども、自らですよ、それから、全国の、ボランティアのご協力をいただける方々と協力して、データ等を計測してその汚染の状況っていうものを一生懸命調べてですね、地点解除に至るまでにも何度となく再三その行政に対して現地対策本部に対して汚染はこれだけあるんだと、法的に言っても違法だ、おかしいでしょということで訴えてきたんですが、ことごとく無視されて、しょうがなくてどうしようもないから訴訟に訴えてるわけですね。でその訴訟を訴えてるにもかかわらず、原告の意見が第1回で2人しか聞いてもらえてない状況でしばらくいいです。なぜその裁判の中全体の時間が30分から40分ぐらいですよ。でその中に5分10分の時間をですね、原告が自分の今の状況を思っていることを述べる、その時間を取っていただくことができないのか、何度かそれを続行していただきたいと。それもこの法廷、今回 の, その2回目の法廷の中でですね、その時間を確保していただきたいですし、それから今後継続していく中においても当然ですね、それだけの原告がいらっしゃるんですから、その方たちの声を5分10分その時間の枠を確保してくださいということのお願い要望です。そのためにここにいます。ですので皆さんも、率直にご自身の、ね、思っているところを、まあ、裁判所にお願いする形で述べさせていただけたらと、述べていただきたいと思いますので、どうぞ、マイク回しますからよろしくお願いいたします。はい、検事に求めるという形ではありますけど、皆さん、ね、それほどそれぞれ関わっている訴訟がないかというものもありますし、そういったことも含めて、お話しいただけたらなというふうに思います。はい、南相馬避難解除取り消し等請求事件訴訟ということで、第2回の冒頭弁論、もう皆さん、法廷に入られたということですが、まあ、なんせ20ミリシーベルトを下回ったから帰還しろというですね、本当に国際的に見ても全くどういう根拠でそういうことが言えるのかっていうのは、本当に日本政府しかこういう見解は示してないと思うんですよね。今年の4月で、チェノブイリ30周年ということなんですが、この事故後4年経ってから成立したと言われている
性の類似法においてはもちろん1ミリ以上の場所、それから土壌汚染でですね、3万7000ベクレル平米、1平米あたり3万7000ベクレル以上の地域は避難の権利があるということで、当然その3万7000平米あたりの土壌が汚染されているというところは大体、線量にすると年間5ミリぐらいというふうに5ミリシーベルトということを言われているわけですが、ですからもう5ミリを超えたところは非常に危険であるというのが国際的なもう理解ということだと思うんですね。チェルノブイリの周辺ですね、ベラルーシ、ウクライナにおいてはもう4年経ってから急激に甲状腺がんをはじめ、子どもたちの病気、もちろん大人もそうですが、心臓病とか、いろんな病気が病気でがんで亡くなる方が増えてきたわけですね。ですからこれから本当に避難しないといけないという時だと思うんですけど、ところがこのベラルーシ、ウクライナではこれから避難するという5年目にあたってですね、ところがこの福島では、そういったところに、5年が近づいてきて帰ってこいというですね、全く政策的に安倍小米の先ほど安倍小米内閣という話もありましたけど、本当にこういうことで帰還していたのではこれからですね、来年再来年10年後にどんな健康被害が起こるのか本当に心配だと思います。全く、国際的な常識から見ても外れている、そういうこの政策、これは本当に政権が変わってですね、ますます強硬になってきていると思うんですが、この安倍・小米内閣の政権の政策をなんか先取りというかですね、それを強制的にもう権力によってそういう縛られていると思うんですが、この最高裁判所の方ではそういったなんかこの前福井地裁でですね、樋口裁判長が転勤してから最高裁判所から3人の裁判官が福井地裁に就任して、それで樋口裁判長の判決とは全く異なる、この事故前のですね、国策は全て認めるみたいな、そういう判決がこの前、福井地裁で出ましたけど、それではですね、裁判所が何のために存在するのか全くわからないと思うんですね。そういったことではなくて、裁判所というものは法律にですね、この1ミリシーベルト以上被爆させてはいけないという、そういう法律に基づいて原告の主張を取り入れた判決を出していただきたいというふうに切に願います。よろしくお願いします。ありがとうございます。そうですよね、原告の声をきちっと聞いていただきたい。その5分10分時間延べることを認めていただきたい。原告の方々、私自身もその避難者の一人でありますけれども、家族が離散してます。年に数回しか会うことができません。若い世代はやはりその若い世代の子どもたちへの放射能の影響というものを考えるので、避難を継続したいというふうに思います。おじいちゃんおばあちゃんたちは
自分たちが築いてきた財産です。その築き上げてきた財産、それをその本当に家も含めて廃墟というような状況にはしたくない。それはもう人情として当然のことだと思う。で、私は避難指示区域からの避難です。避難指示区域っていうのは自分の財産に対する思いっていうものを以前に避難が、いわばもう避難しなさいというふうに指示が出てるわけですよね。だから避難できてるんです。じゃあ私が例えば避難指示のない地域に住んでたとしたら、果たしてその土地を離れたかどうか、はなはだ疑問です。ですが福島県内ほぼ全域放射線管理区域同等です。それだけの汚染があります。福島だけの問題でもなく、その近隣地域スピーディーのデータ、ご存知になった方は、ご覧になった方は分かってらっしゃると思いますけれども、福島県境を境にして汚染が広がってないわけでは決してありません。東京においても、その先ほど水元公園の汚染、1平方メートルあたり19万6千ベクレル、それだけの汚染がある。そこも当然放射線管理区域です。ですが国が明確にその指定を出さないし、明らかにしないがために当然避難しないですよね。分かんないですもん。福島県内全域、またその周りの地域も管理区域相当の汚染があるところがあります。じゃあその方たちは被害者じゃないのかって言ったら、そんなことは決してないわけですよね。そしてそんな汚染されたところに、その一企業、それから国策によって起こされた原発放出事故、そこからの放射能の影響、健康リスク含めて受け入れるメリットなどというものは一切なく、当然国はきちっとそれに対する賠償をしなければならないですし、今後の現在も進行中ですけれども健康被害そのものに対する手当保障、そういった制度もきちっと取っていかなければならないはずです。そのそれら原告の方々が家族離れ離れ、それから財産のことも含めて、その何年も何十年もかけて作ってきた農地、土地の土、そんなものを強度吐いて新たにまた農業再開って言ったって、土を作るのに何年かかるか、そういうところのことは文章で読んだところで伝わるわけがないです。その原告の思い、被害、そういったものが文章では伝わらないです。ご本人からの言葉っていうのが何より大事です。それを述べることが5分10分認められないっていうのは、それは全然道理としてそもそもおかしいでしょうっていうふうに私は思いますし、聞いていただきたいと、きちっとその被害にも向き合い、南相馬20ミリ撤回訴訟がどういった経緯の中で成り立ってきてて、そして何を争点として争っている裁判なのかってことを裁判所の裁判官に分かっていただきたいというふうに思います。では田中さんお願いします。集まりの皆さんご苦労様です。話すのが下手なんでですね、ながらで聞いてください。私もこの裁判が始まる前から南相馬の状況をずっと拝見していてですね、で行政、本当はですねこういう裁判所に来る前に行政、つまり国とか県とかですね、まあ、場合によっては市町村ですけど、そういったところが住民の被害を受けられた住民の方々をきちっと守ってですね、でその被害を受けた方がですね放射能による被曝で健康被害が出ないように、特に子どもたちとか妊婦さんについては慎重にも慎重を重ねて対応しなきゃいけないはずなんですけれど、それがもうずっと政府交渉も何回も私同席して拝見しましたけれど、もう最初から
行するっていうのを決めちゃってるような感じでですね、ぬかに釘を刺しているというよりはですね、固い壁を立てて、あんたたち被害者の言うことはもう聞きませんからねというですね、そういう対応がずっと続いていたと。それで南相馬の今回訴えをしておられる方々の地域というのはですね、ほぼもう全員に近い方々がこれは何とかしてほしいとおっしゃって立ち上がられたわけです。考えてみてほしいんですけれど、その都会の人もそうですが、日本の地方の方々っていうのはですね、およそ一生の中で裁判所に何かをお願いに上がるとか訴えるっていうことがありますかね。私はそういう場にですね、何回か出ただけですけれど、日常的にその猛烈な放射能が残っている中でですね、暮らせと言われている方から見ますとね、これはもうたまらない。なんとかですね、自分たちの訴えることを、心配だと言ってることをですね、聞いてほしい。行政も県も国も聞いてくれないんだったら、せめて裁判所に聞いてほしいということで、今回訴えを起こされたわけです。ですから、先ほど坂本さんからもお話がありますけれど、まずは原告がどういう状況にあって、3.11 以降どのような体験をされ、今現状どういうふうに苦しい状況にあるのかということをですね、裁判の中でしっかりと訴えてもらい、またそれを聞いてですね、物事を考えるというのが私は出発点だというふうに思います。そもそも裁判というのは書面でやり取りをするというのが裁判ではなかったはずです。裁判が公開で行えと言われているのもですね、きちんとその法廷の場に原告と被告が現れ、裁判官の前で、そしてたくさんの人が見ている前で、当事者が口頭でいろいろとやり取りをすることによって真実なりあるべき姿といったものが見えてくるはずで、それを頭から否定をしてしばらく喋らんでいい、原告が黙ってていいなどというのはですね、それは本来の裁判のあり方ではないじゃないでしょうか。私はそう思います。そしてちょっとマイクをお借りしたので、加えてですね、この原告側が訴えていることのですね、理不尽さについて一つ二つ お話したいと思います。一つは放射能の危険性と被曝の問題です。でこれは私も声を大にして言いたいんですけれど、日本の放射能に対する考え方、あるいは被曝防護についての考え方、これは根本的に間違っています。このまま行くと日本は大変なことになります。アメリカやソ連や中国のように国土がものすごく広くて、まあ、一部分一地域が汚染されたとしても、他に住むところ田んぼや畑を耕すところもあるという、そんな大きな国ならばともかく、この狭い日本列島で福島第一原発事故が起こしたような、ああいう放射能汚染が起きてしまったらですね、これはもう大変なことになるというのはみんなご承知の通りなんですけれど、特に被曝のことについては、これは基本的に日本の政府も、それから多くの科学者の皆さんも間違っています。何が間違っているかというと、シーベルトという単位で表された放射線被曝の評価の単位が科学的な実証性を持っていないということです。科学性を持っていないんじゃないんですよ、科学的な実証性を持っていないということです。一体1ミリシーベルトであれば人間や動物に健康被害が生じないという証拠はどこにあるんでしょう。それどころか、戦後アメリカの核戦略の下で日本の場合はこの放射線被曝の危険性についての科学的な真実の追求、あるいは科学研究といったものが政治的にねじ曲げられたり押さえつけられたりして、放射線の被曝や放射能の危険性についての科学的な証明がなされていない、そういう状況にあるんです。それを1ミリシーベルトであってもかなりのレベルで危険性があると言われてきたものが、福島第一原発事故後においてはその20倍の数値をもってあたかも安全であるかのごとく言われている。そんなものに安全性の科学的実証性などはないのです。ないのであれば、物事は安全の側に立って何の罪も
追及されるところもない福島の方々の健康こそ真っ先に守るような行政や、あるいは国の賠償保障措置が流れて叱るべきであるにもかかわらず、今はその逆の方向でまるで被害者に押し付けるかのごとく行政や基幹政策といったものが進められているわけです。そうした言ってみれば21世紀の理不尽がこうした形で裁判となって現れてきているわけですから、その点についても様々な科学者の意見を聞きながら何度も申し上げますが、安全の側に立って被害を受けられた方々の利益の側に立って、裁判所や裁判官はきちんとした判断をしていく必要があると思います。それがそういう数にすることが、これからの第二の原発事故や核施設のトラブルを防いでいく最大の方法だろうというふうに思うわけです。それからもう一つ申し上げたいのは、この南相馬市の避難勧奨地点解除にあたって、国とかあるいは行政機関が行ったその解除の理由付けです。私がひどいなと思ったのは、 3.8 ミリシーベルトを超えれば、あるいは 3.2 を超えればと言ってそこに基準を置いたのはともかく、それを測りに来た人たちのその放射能の汚染状況の測り方、これがあまりにひどい、マニュアルを全く外れた方法で玄関や家の付近の線量の低いところだけをちょこちょこっと測って、そしてもうあなた方のところは線引きより下にありますから、これは居住可能の地域なんですと言って帰っていく、そんなひどい話がありますでしょうか。皆さんの家が放射能に汚染された時、皆さんはその自分の自宅を隅から隅まで調べてもらって、そしてここは住めるのかどうかをチェックしてもらいたい、それが当たり前だと思うでしょう。それを玄関とあと1箇所ぐらいを調べただけで、しかも線量が低そうなところを調べただけで、ここはもう避難勧奨地点を解除しますなどと言って帰っていく、そんなひどい話があるでしょうか。私はこの行政のやり方がやっぱりおかしい、良くないというふうに思いますから、この裁判を契機にしてもう一度避難勧奨地点を元へ戻し、被害者と被爆防護をメインに置いた形で行政をやり直してほしいと切に思う次第です。すいません、お粗末な話でありがとうございました。私の下手くそな話とは違ってちゃんと、本当に分かりやすいと思います。まさしくそうですね、汚染の実態をきちっと明らかにして、その上で、この20ミリという基準自体を撤回していただきたい。そして地点の、指定認定、それを回復させる、そういうことをきちっとやっていただきたいと思います。相馬の方たちには、ここで今出しておりますように、子どもを抱く被爆裁判という裁判が福島地裁で行われております。先日の12月1日で、3回の、口頭弁論を行ったわけですけれども、その度ごとに、南相馬の方たちには応援に駆けつけていただきまして、誠にありがとうございます。お礼のためにも我々も同じように支援しなければいけないというふうに思いまして、今日東京の地裁まで来ています。で、今の前の方の、詳しい、放射能の話とかそういうのはあるんですけれども、私は全く違う話をちょっとしたいなというふうに思ってます。それは何かというと、今の安倍内閣が、典型的にやろうとしていることは、例えば大学で言えば文学部とか文化系なんかどうでもいいと、金にならない学部は全部潰したって構わないんだというようなことを露骨にやってるわけですね。それでですね、一番、思うことというのは何かというと、南相馬、私はそこに小高という地区があるということを50年前に実は知りました。この地方の名前を知ったのは
何からか言いますと、島尾敏夫さんという作家がいます。その人が書かれた死の棘という、これは、日本文学大賞から、読売文学賞からあるとあらゆる賞を取ってますんで、まあ、皆さんご存知の方はご存知だと思います。おそらく戦後の文学の中でも実地に入る作品です。奥さんが、まあ、自分の浮気でそのことで気が狂ってしまうという小説ですね。で、結果的に奥さんと一緒に奄美大島に帰るという小説なんですけれども、これの第4章の最後から第5章、これが小高を訪ねていく作品なんです。そこに小高の風景というのが、小高の海岸線というのが実に緻密に描かれています。そういう一つの風景、文学、日本の文化を支える作品が今、あの津波だけならいいんですけれども、原発事故によって人が住めないような状況になってきているということがあります。そういう文化的危機が今来てるんだということを一つ言っておきます。それともう一つ、この島本敏夫さんがエッセイの中で書いてますけれども、島本さんのおばあちゃんという人が子供の頃その小高に行くと、あそこに裏ぶれた落ちぶれ家老の家があるんだよ、そのうちの名前は何て言うのって聞くと、般若さんだというわけです。これが戦後文学の極北の作品を書いた資料の作家の萩谷豊さんです。萩谷豊さんのルーツは小高にあるんです。そういう南相馬にという土地に二人の偉大な作家が戦後いるということを皆さん忘れないでほしいと思います。そういう文化的な人を輩出している土地の風景が今放射能によって汚染され、そこに住めなくなり、もしかするとそこで育んできた種、要するにそこに育った人間といいますか、そういう種の保存すら危うくなっているという現実を目の当たりにしたときに、おそらく文化的なことを考えて日本の文化人は本当は立ち上がるべきなんです。そういう意味でぜひこの小高、南相馬を忘れないでほしい、そういうふうに思います。以上です。ありがとうございます。私はきびたきの会の事務局をやっております。きびたきの会は被弾連にも入っております。2つほど報告をさせてもらいます。1つは12月の15日に、年末ですけれども、福島県庁に向けて、区域外避難者の住宅打ち切りに反対する署名3000筆を集めて行政コートに行ってきました。ご存知のように、福島県は12月の25日に避難者に対する支援策というものを出したんですけれども、実はこれは東京都に残ろうとしているような避難者に対してはですね、家賃の補助と、それから、引っ越し代の、まあ、10万円ということを言ってますが、これにしても、例えば 4世帯で、300万の所得ですね、それ以下のものしか該当しないということで、ある意味では非課税世帯以外はもうほとんど該当しないというようなお粗末なものでした。でそれでもって、1年3ヶ月後には住宅を打ち切るということなので、これに対する抗議をやってきました。ただ、まあ、向こうも矛盾ありまして、2年間で打ち切って再建しても自立する、根拠があるのかということについては全く、シミュレーションをやっているわけじゃないし、所得の、計算をしているわけでもないので、この辺は、まあ、アバウトなもんだということで弱みを持ってますし、
住宅について今後住宅を追い出されるものに対して新しい処置もする手立てもすると言ってるんですけれども、それについても、まだですね本当に本格的に東京都やあるいは神奈川県千葉県の、県や市に要請はちゃんとできてないということなので、その辺は今後もやっていくことでしたから、そういうことをもって1月からですね、1月の下旬に区域外避難者には移行調査がなされると思いますから、その移行調査にバンバンですね要求を出していって、でそれに基づいて今年の4月に新しい支援策を出させるというような今動きで君たちの会でやっております。それからもう一つは12月の27日にですね、南相馬の小田学の方で調査をやってきました。でこれは君たちの会にも桂尾村とか小田家の方が多いので、この方たちが今年の4月ですね、避難指示が解除されるという動きがありますので、それに何としても抵抗していこうということで今調査に入りました。もちろん調査には南相馬の会のですね小沢洋一さんにお願いして実態を回っていきました。で大体避難者の方4カ所の方の自宅を空間占領と土壌を測りましたが、実はですねその中で、最高19万8000ベクレルですね、1平方メートルあたりですから、放射線管理区域の基準の50倍を、超える基準の場所がすでに、今度4月に解除ともされたらこれは大変なことになるわけですから、そういうところがありました。あるいはこれからは原告の方の千葉訴訟を起こしている原告の方の玄関はですね、もう2回目測ってるんですけども、半年前よりもむしろ増えてて、今は、空間占領でも玄関の先で8マイクロシーベルト、ありました。でそういうことでこんな場所に返すんかということで問題にしていきたいと思ってます。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。支援の会の坂上と言います。今回ですね始まる前に経産省前でもアピールをしたんですけども、直接 の訴訟の相手は被告は国ということですけど、実際は経産省ですね。で、訴訟に対する最初の反論が来まして、目を通しました。で何が書いてあるかというと、その避難の指示もそれから解除についてもですね、この特定避難勧奨施設の指示解除っていうのは単なる情報提供で、その行政的な措置でも法的な措置でもないと、だから門前払いしてくれっていう句なんですね。でこれは本当に非常に腹立たしくて、というのは実際経産省の人たちが、特定についても、あるいはその基準の設定についても、あるいは住民への一応説明会についても、全部仕切ってやったわけですよね。で、坂本さん言われたように非常にいい加減な特定の仕方をして、そして、住民説明会では反対の意見しか出なかったんです。設定について、解除ですね、解除するいうのに対して、もうそれはもう解除はやめてくれと反対の意見しか出なかったのをですね、そこを非常に強引にやって、でこれが法的な措置でないというんであれば、じゃあその行政の裁量の範囲内で本当に法律に従った形で、ことを進めてるのか、あるいは住民の意見に従って、それを反映した形でことを進めてるのかというのは何もしてないわけです。で本当にこう責任放棄の何者でもないというふうに思いますし、それからもう一つ非常に腹立たしい思いをしたのは、その今回問題になっているのは避難の解除ですね。20ミリで設定したのも問題なんですけども、同じ20ミリで解除しているというのが、非常に問題で、
というのは明らかに環境省が除染の、目安として1ミリシーベルトを一応設定して、それで、汚染状況重点調査地域というのを設定してですね、重点的に汚染すると除染するというのを一応、行政的な対応としてはやろうとしたわけですよね。でも結局除染ができずにうやむやになったところで、その設定と同じ20ミリで解除だと、これも非常に許せない話で、ICRP の基準すら、あるいは国内の、その原発労働者に課せられている、あるいは原発の今の福島の第一原発をですね、敷地周辺で敷地の境界のところで1ミリ以下にするっていうのは実際やってるわけです。で、労働環境をいかに1ミリ以下にするかということは、実際現実中やってるわけです。ところが住民のその生活の環境については20ミリでいいっていうのはですね、全くおかしい話で、とにかくなんか設定も解除も一緒くたにして20ミリで設定しておいて20ミリで解除するっていうのはもうそれだけでもおかしいわけです。実際その下げる気があるのか、その環境を取り戻す気が少しでもあるのかというところがですね、本当に非常に腹立たしい、いうふうに思います。だからこの、20ミリの訴訟というのは他の、単なるその損害賠償の訴訟とも違うところはやっぱりその行政のその行政的な措置に対してですね、本来だから私たちもその20ミリの設定の、についてはですね、設定そのもののされ方についても、あるいはその解除についてもとにかく何とかしてほしいということで、直接政府には訴えてきたわけですよね。でそれがなかなかというかですね、全く住民の意に反する形での動きになっていて、それで本当に、住民の方々がやむにやまれぬ気持ちでこの訴訟を起こした。本来ならばその、行政的な措置の中で普通に法律に従って彼らが仕事をしてば、わざわざ住民の皆さんがですね、ここに足を運んで、訴えをすると、いうこともせずに済んだはずなこと、そのことをやらせているというのはそのことでも非常に腹立たしいと思います。で、今回意見陳述の継続がどうなるかという状況になっています。で、裁判所はですね、陳述書なりですね、あるいは陳述書で一定こう争点が煮詰まった段階で、証人調べっていう、直接この裁判所からもとのやり取りもできる形で意見を聞きたいというふうに言っています。もちろんその過程で、ぜひしっかりとね、住民の意見を、あるいは住民の置かれた状況というのを裁判所としてもしっかりと、把握をしてほしいと、いうのを思うわけです。そういう意味では門前払いではなくて一応住民の訴えをそういう形で、聞こうとはしてるんだなというふうに思いました。ただやっぱりね、住民の方々が国のこの行政に非常にひどい目にあって、測定にしろ、除染にしろですね、もう全く捨て置かれてという状況の中で本当にやむにやまれぬ気持ちでこの訴訟を起こした、その状況で5時間かけてこの裁判所に通っていると、来てるんだと、そういう意味ではその状況をしっかりと、なんていうかな、そういう状況に追い込まれていると、そういう状況にをせざるを得なくなった中でやむにやまれぬ気持ちで裁判所に通ってるんだと、その状況そのものを組んでですね、やはり毎回の意見陳述というところでもぜひ声を傾けてほしいというふうに、思います。ということで、ちょっとすみません、なんか皆さん、ぜひしっかりと、応援していきたいなというふうに思います。
ありがとうございます。本当にいろいろお世話になってて、今日来てくださってる方、みんな俺お世話になってる方ばっかりなんですけど、全国の方たち、この後、終わったようですので、出ていらっしゃると思いますから、全国の、そうですね、まあ、本当に法廷の中でも、自分の思いをぶつけてくださってたんですけど、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。だから最後で小沢さんが来ます。ちっちゃくてくれた。お疲れ様です。どん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 この数をですね、広がりを持たせて、本当に、いろんな形での協力をしながら、皆さん手をつないでやっていきたいと思っております。あ、建国の皆さん、こっちらどうぞ、ま、前の方にお願いします。先ほど並んでいただいたところへお願いします。お疲れ様でした。代弁する形で本当に皆さんのためにということでこの訴訟を提起してくださった、原告の皆さんにもう一度こうみんなで拍手したいなと思います。ありがとうございます。でありがとうございます。私たちはこの語っている部分はそれぞれ違ったりしますけれど、みんな同じ思いで、それぞれの立場で戦っているものだと思います。今本当にこういろんな動きが出てきてます。被害当事者も含めてですね、つながってやっていく、ご支援くださっている方々はご支援してくださってくださっている方々のその広がりをどんどん広げようということでやってくださってますけれども、みんながやっぱ当事者という意識を持ってやっていくのが本当に大事なんだなと思いますし、その街行く人々ですねが、しょうがないんだよって、何言ったって変わんないんだよって言って、自分も分かってるんだけれどもその問題に向き合おうとしないっていう、その意識をやっぱり変える、みんなが変える、変わるっていうことができない限りは、本当に安保にしたって原発にしたってヘロコにしたってどんな問題だって変わっていかないし、それを変えるためにみんなでここに集っているんだっていうふうに私自身は思っています。本当にありがとうございます。建国団長はまだですね、まだやってるんですね、中の方で進行協議という形になったんですかね。前回の時は、その法廷の場で進行協議をやったっていう形になってましたが、ってことは裁判官の方で進行協議の場を持つっていうことを判断してはくれたんですね。じゃあ今その中でのまたやり取りっていうふうになってるんですね。じゃあ現段階ではまだ確定、その今後ですね、意見真実どうするっていうことについては、確定はしてないという状況のようですね。あ、待って、意見真実やらないって言ってんだよ。それではですね、ご承諾ありがとうございます。今裁判の第二次公判が今終わりましたけれども、ほんの40分少々、いや弱でしたね、終わりましたけれども、今申し上げましたように非常に進行としてはまだまだ表にも何も形がまだ出てきません。
非常に、まあ、気持ちとしては何とも私どもはこの具体的な進み具合が見えないために、その思いがあるんですが、やはり長い時間もかかるかと思います。これからまだまだ頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございます。今団長が間もなく来ると思いますので。はい、今原告団長、それから、弁護団一緒に出てきてくださってますんで、もう一度ですね、大きなつながりの意識を持つってことも含めて拍手もう一度お願いしたいんですが、よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。はい、皆さんお寒い中、表で、リレートークされてた方もいらっしゃると思います。本当ありがとうございました。で、大変残念なんですけど、今日のところはですね、やはり裁判長は違憲人事は認めないと、まあ、数々の理由を挙げたわけなんですけど、私としてもですね、その間被爆をしているんですけどということは訴えたんですけども、まあ、聞く耳持たずということで、で、まあ、次回以降もですね、この件については取り上げていきますということは裁判長に伝えたわけなんですけども、まあすいません、ちょっと報告集会で申し上げますけども、ちょっと不甲斐ない結果になって、大変本当に皆さんの応援いただきながら、大変本当申し訳ないと思ってます。今後とも一つよろしくお願い申し上げます。あとさらに詳しいことも含めて、弁護団とそれから、もう一度原告の方からですね、報告集会の中でお話しさせていただくことになると思います。本当皆さん寒い中、ありがとうございます。ぜひ、報告集会の方にもご参加いただけたらと思います。場所はですね、参議院議員会館の 101B ですね、地下ですね、地下の1階の101になります。ぜひ皆さんいらしていただけたらと思います。それでは、まあ、この場はですね、ひとまず一旦皆さん解散して、ちょっと体温めて移動しながらということになります。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。お忙しいところ、ご都合つけてくださって、来てくださりありがとうございます。